ブチャンネル始まるよ。皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、ネリッチョソフトです。サイダー味、いちご味もありました。では開けていきたいと思います。こっから、このギザギザから開けます。中に入っていたのはこちらです。ちょっとここ後ろに行くね。はい、中に入っていたのはちょっとまだ出てこないです。はい、はい、こちらもう出てないよね。はい、ソフトの中、粉とコーンと、これコーン3本とスプーン、見えるか、スプーン、こうしても見えないな、スプーンです。これ透明なスプーンです。あとトレーです。はい、こうすると全然わかりませんね。はい、トレー、こちらがトレー。あと家で用意するのはお水が 10cc くらいです。まあ多分 10cc です。では早速作っていきたいと思います。まずソフトパウダーをこのトレーの中に入れます。ハサミで開けます。お、空気が抜けた。はい、ではこのソフトパウダーをトレーの中に入れます。入れちゃいますよ。ほら、音がします。まだ入ってないか。入ってきた。そしたらお水を入れて、 10cc くらいのお水を入れてスプーンでよく混ぜます。ここ中心に。わーわーわー、水入れすぎでも意味ないから。はい、お水の入れ物が空っぽになったところで、ではこの透明な小さなスプーンで混ぜたいと思います。あ、なんかもう泡立ってるのがわかります。水で多すぎたかな、大丈夫かな。おお、泡立った、泡立ってる。これすごいすごい泡立ってますよ。見える？わかる？この泡立ってる、ほら泡立ってます。すっごい泡立ってる。ほら、では味見をしたいと思います。ペロ、おいしい。ほんと？ペロペロ、おいしい。なんかね、シュワシュワしているっていうかね、すっごい酸っぱいのか、あの甘いのか、シュワシュワするのか、そんな、それがね、全部ね、混ざってるんですよ。はい、これをコーンに、わあ、入れたいと思います。ちょっと今ね、落ちそうになりました。まずこの1個目のコーンに、この作ったソフトを入れるよ。はい、あります。まあ深く入っちゃいます。はい、入りました。じゃあ食べよっか。いただきます。むしゃむしゃ。パクパク。おいしい。うん。うん。舐めて食べても美味しいです。倒れました、この子たち。
と毛のところをまた口の周り汚して、もうちゃんと拭いてね。拭き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 、うん、これで綺麗になったわ。私は蹴るところのお母さんなんですけど、さようなら。はい、とっても美味しいお菓子が作れたので、すごく嬉しかったです。駄菓子屋さんなどで売っているので、もし駄菓子屋さんなどで見つけたら、ぜひ買ってみて作って食べてみてください。バイバイ、また見てね。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録してね。